4月にとある駅前にあるワンルームの賃貸マンションに入居した。いい年をした独身の男が実家に居続けていれば煙たがられるのは仕方がない。引っ越し先は4階建てのビルであった。1階は店舗になっていて飲食店が入っており、2階から4階がワンルームの賃貸になっていた。築20年近いこともあり、空き部屋の賃料はおしなべて安かった。小さい駅とはいえど、さすがに駅前だけのことはあり、徒歩圏内に数軒のコンビニがあって便利だと喜んだものだ。しかし、わずか1週間も経たずにここを退去することになろうとは。月の最初の日曜日がここでのスタートとなった。部屋に入ってひとまず一服とばかりに、床に灰皿を直置きしてタバコをふかしていると、壁にカレンダーがかかっているのに気づいた。不動産屋に案内されてこの部屋に入った時はこんなものはなかったはず。単に見落としていただけなのか、それとも不動産屋のちょっとしたサービスなのか。まあどちらにしろそう邪魔になるものではないし、かえって便利だろうと思い、そのまま使うことにした。上縁が半円に加工されているちょっと風変わりなカレンダーが気に入ったというのもあるのかもしれない。独身男の荷物は大した量ではない。それでもとりあえず必要なものの荷ほどきを済ませ、テレビやパソコンなどをセットし終わった頃には疲れが出てしまい、その晩は少し早めではあるが、目覚ましをセットすると布団に横たわった。どのくらいの時間が経ったのであろうか。何やら頭の後方からガサガサと音がする。壁をこすっているような音。暗闇に目が慣れていないため、何が音を立てているのかつかめない。上半身を起こし、照明の紐を手探りで探し当て引っ張る。明るい元で壁を見てみるが、何も変わったところはない。あのカレンダーがかかっているだけだ。ここは角部屋のため、音がした壁の向こうに部屋はないから、隣の住人が発している音ではない。外壁と内壁の隙間にネズミでも入り込んだのだろうか。音の大きさからしてゴキブリではないはず。もともとネズミはゴキブリなどに特に恐怖を感じない性格なので、気に留めずに再び眠りに入った。しかしその後もガサガサという音は決まって夜中になると聞こえた。その音に恐怖感は覚えなかったが、夜中に目が覚めるのには参った。金曜日、あの音による寝不足と明日が休日であるために気が緩んだのであろう。会社でミスを連発し、上司にこっぴどく怒られた。憂鬱な気分で部屋に帰る。いつまでも落ち込んでいても仕方がないので、ビールを飲みながら、月曜日になったら不動産屋に連絡して壁を点検してもらおうと決めた。その音にまた目が覚めた。照明をつける。いつもの通りすでに音はやみ、壁に異常はない。いい加減イラついていたこともあり、うるせえぞと小声でつぶやくと、たまたま手元にあった乾電池を壁に投げつけた。狙ったわけではない。偶然電池はカレンダーにヒットした。その途端、カレンダーが瞬く間に膨らみを持つとともに、みるみる黒く変色する。
そしてそれは壁を這うように動き出した。ガサガサと音を立てて。何が起こったのかしばらく理解することができなかった。しかしそれが何であるかを理解したとき、思考が停止した。それはどう見ても女性の生首の後ろ姿であった。もはや指一本動かせずにいた。いや、まぶたを閉じることさえできなかった。そしてその生首がゆっくりと回転を始め、振り返る。そこで記憶は途切れた。目が覚めると外は明るかった。あれは夢だったのだろうか。しかし部屋を見回すと、カレンダーは別の壁にかかっていた。まるで今までの場所は危険であると認知したかのように、その日のうちに部屋を引き払った。もしあれに気づかないまま月が変わってカレンダーをめくったとしたら、その時に一体何が起こったのであろうか。